吉田さんちかさんね懐かしいでしょ今この瞬間もちかさんとフェイスブックでコメントのやり取りしているところですよで実際直接お会いしたことはないんですけどもそのネオヒルズ塾に縁を持ってちかさんっていう存在を多分固有名詞で一番最初に知ったんだと思うんですよでいまだに続いてるというねもちろんちかさんがそば屋をやってるのか,なんかネットビジネスどういうふうになってるのかこれはね全く分かりませんけどもでも今でも元気に 発信ししてらっしゃるのは分かりますんでこれもいわゆるね続けているってことなのかなと思いますそれから確か私の記憶が確かだったら知花さんはそば屋をやりながらネットビジネスの売り上げを上げてそこで何がしかのリアルからネットへの転身を図ってで今に至るのかなと思うんですよで実際今何を成りわとしてるのか分かりませんけども発信媒体は Facebook ぐらいなんじゃないかなと思うんですよで一つの この事例を奇跡とするならねやっぱ奇跡っていうのはあの今までやろうと思わなかったことをやり始めたことも奇跡だし今までできると思っていなかったことがいつの間にかできるようになったっていうのも奇跡だと思うんですよ。まあ、つまりは思ってるだけで奇跡は起きないけども思ったことを始めてみるとその先には奇跡っていう、まあ、到達点通過点があるんだろうなと思うんですよ。あとはその奇跡を、まあ、新しいフェーズに 組み上げていいいくかかかどうかじゃないかなと思いますよねだからその足場を組む人も、うん、なんか初心者から始めて1年目はこうなった3年目はこうなった5年目はこうなったみたいな段階があると思いますけどもそれぞれのフェーズで自分よりも上級者を見るとあそこまでできたら神だよなと思ってるらしいんですけどもできるようになって振り返ってみたらあそこで歩みを止めなかったからできたんだなっていうことでもともとは何もできなかった見習いの頃、うん、そこは誰でもあるわけなんですよね。 でもそこから奇跡のようなあの,のし上がり方をしてきた自分に対して、いや、これは奇跡じゃなくて、ただ単にやっただけだなと。うん、そして、奇跡は自分の手で起こせるんだな、というふうなことにまとまるんじゃないかなと思いましたね。うん。まあ、奇跡ですね。奇跡。